ございます。おはようございます。お土産です。おしかもバツ付きのやつ。すごい、ありがとうございます。あわぁ、ありがとうございます。アミさん、はい、ついにこの日がやってきましたね。やってきましたね。やっと福岡脱出ですよ。確かにね、何回かね、雨でちょっと ね、 そうですね、延期だったっすけど、じゃあ今日は福岡脱出して、はい、宮崎に向かいます。 OK です。行きましょう。お願いします。はい、熊本のサービスエリアで休憩です。なんか食べます、ロミンさん。あ、それはいやいや、あのね、はい、滑る前に食べたら調子悪くなるからですよ、ね、ダメですよ。でもちょこっとぐらいだったらいいかな、うん、しょうがないな、ちょこっとだけだぞなんすかそれ。ご飯の時間でございます。スケボする前に。絶対暑いなこれ。ちょびロミンさん着いたっすよ。やばー、ここすごいっすね。ロケーションがすごいよね。いや、すごいところにある。あー、こんにちは。どうも。初めて来させていただきました。お邪魔します。お邪魔します。これすごいっすね。やばっ。なんかこれ、これめちゃくちゃやばいやん、これ。めちゃくちゃ楽しいでしょこれ。すごいな、めっちゃ気持ちいい。どうです。いや楽しい。いや、なんかやばいっすね。このパークに来て初めてこの遊園地に来たぐらいね。えやばいっすよねじゃあこれからウォームアップと行きたいところなんですけど、とりあえずドロップの方を見せてもらっていいですか一気になんかちょっと地獄が起きますまあね、本当に今ウォームアップもせずとりあえずパーク一周しただけなんで。その前にはトランポリンとかですか。いや、ロミさん、練習成果見せてくださいよ。こっちでいいですよね。え、そういうの視聴者求めてないんで。じゃあこの上の方行きましょうか。これ無理、これ無理。いや、そこはやっぱ大きい方。いやいや、あ、無理。でも前アダプト行った時こっちでしたよ。アダプトこれですか。はい、あ。じゃあパツイチドロップで。いや、あんだけねドロップにやっぱ時間かかったロビンさんがサクッとウォームアップなしに。はい、お願いします。おー、楽勝っすね。お父さん、YouTube 出していいですか、娘さん。どうぞどうぞ、使ってください。どうですか出ますか。名前になるなら出たいです。あ、お願いします。名前は上鶴花です。花ちゃん、インスタではね、ちょこちょこ映像を見させてもらってるんですけど、うまいと評判聞いてますんで今日はいろいろトリック見せてもらえればなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに今何歳になるんですかね。高校3年生で17歳。スケボー歴は5年目。このパークができたときに始めました。で、ここが、誰がやってるんだっけこのパーク。お父さん、ね、このパーク実はね、花ちゃんのお父さんが経営してます。とてもいい環境ですくすく育っております。期待のガールズスケーターです。よろしくお願いします。
はい、ファーストトライ。すごっ。めっちゃうまいんですけど。うますぎ。うまーい。からの？おー、うまーい。フラットのスキルチェック。フリップ俺よりうまいよ。フラットトリックできるのはキックフリップの他に何かありますか？バックフリップ、ノーリーフリップ、それです。おお、じゃあノーリーフリップ見せてください。美しい。最近練習中のトリックを教えてください。トレフリップとハードフリップ。はい、ハードフリップもやるよと。すごっ。じゃあとりあえずトレフリップを見せてもらってもよろしいでしょうか？お願いします。はい、お願いします。おー惜しい。わー惜しい。イエーイ。まあこんな彼女とロビンさんはスケゲーするんですよね。はい、緊張しております。はい、それはロビンとよしチャンネルの方で。もうちょっと疲れさせてください。あ、わかりました。しっかりとやっておきますんで。ハードリッパーメイクは日曜日にメイクします。メイクしたて。はい、どうぞ。じゃあ花ちゃん、お父さんがいいって言えばセーラー服に着替えてきてもらって、それ入れるっすね。それサムネにさせてください。お願いします。はい、お願いします。僕たちのコンテンツのためにお願いします。あ、ロイさん来ましたよ。ついに登場 JK スケーター。じゃあサムネ撮りましょうか。あ、そうですね。はい、じゃあすみません、よろしくお願いします。すげえ。僕も娘がいるんですけど、どうやったらあの娘スケボーしてくれますかね。これしか選択肢を与えられない。確かにね、家にこんなバーグがあったらですね、もうやらざるを得ないというか、まあとりあえずやってみるかみたいな、まあそんな状況にはなるっすよね。おすすめのセクション教えてください。おすすめセクション、はい、このパークのなんか。セクションはですね、気がしたい人はこっちでガンガン攻めてもらう。ってことは結構こっちは意外に見た目以上に難しい。こちらも結構リスクあります。あ、そうなんですか。転んだらも血まみれっていう。いきます。はい、やばい。
ゃん。終わったと見せかけてね、まだ YouTube の撮影終わってないんだよ。最後になんか大技見せてください。はい。大技なんだけど、これ外さないトリック、標準装備なんよね。あ、テンポね。うわ、危ねえ。フリップは問題ない。お父さんどうでした、今の。時間がかかりすぎて厳しい。お父さんが実は一番厳しいっていう。富士さん、そうそう帰りますんで。滑りすぎっす。また来ますんで。楽しかったですね、はい、もう本当に楽しかったです。もう本当に僕こっち側にいたいぐらい。ありがとうございます。いや、置いて帰りますよ全然。お越しください。じゃあまた、うん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ポツさんでした。ありがとうございました。ふみさん、ポルターガイスが起きてるっす。いやー、宮崎といえばチキン南蛮。うわー、なんか米粒なんか一つ一つ立ってる感じがする。いつもより輝いて見えますね。いただきます。